平野紫耀、パリのルイ・ヴィトン冒険、ファッションの舞台裏と社会的影響。こんにちは、皆さん。平野紫耀です。今回は、ルイ・ヴィトンのショーに参加するために訪れたパリでの素晴らしい冒険について、フランスの体育トーク動画を通じてお話ししたいと思います。まずはじめに、パリの美しい風景に圧倒されました。街全体が映画のワンシーンのようで、素晴らしい建築物や美味しい食べ物、 そしておしゃれな人々が溢れていました。その中で、ルイ・ヴィトンのショーに出席する機会を得て、新たな文化やファッションに触れることができたことは本当に感動的でした。ショーの合間には、メゾン、マルジェラのコートを試着する機会もありました。特にポケットの多さや背中の黄色い飾りが特徴的で、ファレル・ウィリアムスのユニークなデザインが創造性を発揮していました。これが私が気に入ったジャケットで、 それを取り入れたカジュアルでエレガントなスタイルにはまってしまいました。この経験を通じて、ファッションが個性やクリエイティビティを引き出す手段であることを再確認しました。シャツ、ネクタイ、黒のパンツとの組み合わせによって、カジュアルながらも洗練された装いが実現し、見た目に大いに満足しています。ファッションは自分らしさを表現する手段であり、それが私たちとファンとのつながりをより深めているように感じます。 そして最後に、この冒険を共有してくださったファンの皆さんに心から感謝しています。皆さんの応援がなければ、こうした素晴らしい経験を得ることもなかったでしょう。これからも応援いただけると嬉しいですし、今回の詳細なエピソードは近々防具ジャパンウェブサイトに掲載される予定ですので、お楽しみにしていてくださいね。ファッションを通じて広がる多様性と豊かさを一緒に探求していきましょう。